はい、渡辺です。今回はね、ランパート17ゴールド迷彩解説のプレ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。ようやくこれやりましたね。あのこれヘッドパフォーマンス、ヘッドショット、あの BO3 と迷彩内容も一緒なんだけど、ちょっと違ってるのがね、あの BO3 の時はね、このヘッドショット100回とかこういったの、これパフォーマンスとテクニカルって分かれてるんだけど、あとマスターとか、これ全部一緒だったんだけど、同じ枠に入ってたんだけど、今作の BO4 はあの迷彩チャレンジごとに種類別に分けられてるんでね。でパフォーマンスね、これは結構時間かかるんですよね。結構これ、ね、ヘッドショット100回まで終わればレッドタイガー迷彩で、それからテクニカルの迷彩チャレンジが利用可能っていうことで、ロングショット勲章最初に、どれだったかな、ロングショット、まあ、順番ちょっとどうでもいいんだよね。ロングショット勲章10回。広いマップがいいんだけど、できたらサイトつけた方がいいですかね。アイアンセートでもいいんだけど、ロングバレルは多分つけた方がいいですね、できたら。自分はニュークタウンで終わらしてるんでね、ニュークタウンでもポイントによっては、ロングショットが決まるポイントがあるんで。で、これはね、サイト1個とアタッチメント5個付きのランパート17を使用して敵を50キロ。あ、これね、ランパート17でロングショット勲章10回獲得でローラーリンク、迷彩ですね。で、これがサイト1個とアタッチメント5個付きのランパート17を使用して敵を50キロ。これ、ただアタッチメント、サイトとアタッチメント5個なんで、で、あとワイルドカード、レベルが低いと、コーリングカード、メインガンファイター3まで解除してないと、このチャレンジができないんでね。サイト1個とアタッチメント5個つけられないんで、メインガンファイター3まで解除してないとね。これただね、パークとか、他のサイトとアタッチメント以外もつけられないんで、ギアとか、装備に、パークは一切つけられないんで、でもそんな難しくはないんでね。で、次、これね。アタッチメントなしのランパート17の使用して敵を50キロ。これアタッチメントなし。あ、これはね、パープルヘックス迷彩。で、これはね、アタッチメントなしのランパート17の使用して敵を50キロ。これとは真逆で、これアタッチメントなしなんでね、逆にアタッチメント以外のギア、装備、パークいっぱいつけられるんで、これもそんな難しくないんで、ただね、50キロやればいいんで、アタッチメント、サイトもつけたらダメなんだよね、これね。その状態で、50キロすればいいんで、ただね。で、マザーオブパール迷彩。で、これは、ランパート17を使用して、2連続キルを5回達成。これ BO3 ではね、エイム中に2連続キルってやったんだけど、これは、ね、エイム中ではなくても、エイム、最初にエイムで1キルやって、で、2キル目に腰ダメでもいいんで、2連続キルやればいいんでね。で、ペンタオス迷彩。で、最後はやっぱりちょっと難しいのはこれですね。死なずにランパート17を使用して、5キルを5回達成。スチールを5回ね。前作の BO3 ではカメレオン迷彩っていう名前だったんだけど、これはスペクトラム迷彩になりますね。これね、BO3 ではバッテリーよく使ってて、バッテリーのキネティックアーマーで、やったりしてたんだけど、今作バッテリーはキネティックアーマーがないんでね、そんなに難しくはないと思うんだけど、プロフェットとかいいんじゃないですかね。プロフェットの、特殊装備のシーカーとかね、例えば死なずに4キル目で、で、シーカー発動して、で、敵をマスさせて、死なずに5キル目っていうこと、スチールやったりとかもいいと思うんでね。やっていくんでね、他で。最初、やろうかなと思ったんだけど、最初バッテリーでちょっと、ゴールド迷彩解除したいなと思ったんでね、今回バッテリー使ったんだけどね。難しくないんでね、そんなに。あと、AJAX とかもいいんじゃないですかね、9番とかで。めくらましで。スチールとかもいいんじゃないですかね。やったね。で、
これスペクトラムね。でマスターのランパート17の迷彩を全てアンロックでゴールド迷彩っていうことでね、やったね。これ本当に本当感無量であります。初のゴールド迷彩ですね、メインウェポンでは。あとね、次、今、これダブル XP だからね、今回、スペクトラムがね、2500で5000でしょ？これが、ゴールドが5000なんで1万。1万5000入ったんですよ。ダブル XP 期間中に。あと、これとかも解除したのかな？結構3万ぐらい入ったんじゃないかな。で、次近いのがね、アサルトライフルの、これが近いんですよ、次。マッドドックス RFB。もう91回まで進んでるんでね。あと9回ヘッドショットでレッドタイガーで、プラス5000なんだけど、通常は。ダブル XP 今期間中なんで、1万入るんですよ。で、これも2500、2500、2500。あ、これが2500、2500。1、2、3、4、5。5000入る計算だからね。2倍なんで、1、2、3、4、5。2万5000入るんですよ。2万5000。で、3万5000。3万5000。あ、これ5000だから、4万5000入るわ。4万5000入る。もし全部解除できたらね、今日で。めっちゃレベル上がりますよ、これ。で、次近いのが、これはどうだったんだな。これも進んでるけど、まだまだでしょ。アサルトライフル、これはまだまだでしょ。スウォードフィッシュも結構進んでるんですよ、これ。スピットファイヤー。MX9 もこんな感じで。あとね、アサルトライフルだけ見てみようか。ICR が、こんだけ60回でしょ？で、KN57 が45回。で、ベープルも結構進んだと思うんだけど、まだ解除されてないんで。スピットファイヤーちょっと、やったね。こっち引き続き、次ね、これやると思うんでね、マッドドックス RFB 迷彩解除。ダブル XP なんでね、この期間中にやった方が絶対お得なんで、引き続きやっていくんでね。はい、以上にしたいと思います。今回はね、ランパート17ゴールド迷彩解説のプレイ実況をやってきました。あと、よろしければ、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。